はい、皆様おはこんこ、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015藤波慎太郎サムライ道パート11かな、やっていきたいと思います。でね、今回がヤクルト戦ということで、まあ12球団一番厄介な打線が相手ということで、前回も多分勝ててないんじゃないかなっていうか、交流戦まで勝ってなかったですもんね。うん、まあね、渋い試合にはなると思いますが、勝ったらね、3位にも近づきますし、頑張っていきたいと思います。まあ広島ドラゴンズがね、なぜか抜け、ドラゴンズは抜けきれるっていうのがちょっとびっくりなんですが、なんとか3位を拾いたいところですよね。うん、順位的にも頑張っていきましょうってことでね、能力アップしてからやろっかな。どうすよ、何が面白い、援護丸とか面白いね。あとはね、いらないものつけなくていいと思うんだよね。きっと援護欲しいな。援護ないしね、援護しましょう。これは、あ、尻上がりいいね。もうスタミナは十分あるからね、尻上がりつけましょうか。お、対ピンチにランナー、ランナーいいね。逃げ球とかはいらないかな。ある意味失投がね、気持ちよくなったりしますからね。ランナーつけようか。さあ、起きたよ。いや、いい選手になったね、藤波もね。うん、よーし、やっていこう。まあ相手は強いですけど、頑張っていきましょう。お、デーゲームだね、多分。畠山いい能力してんな。うわ、向こうめっちゃ調子いいね。まあ頑張ってやっていきましょう。オーダーはこんな感じです。まあだいぶいろんなものがつけれたよね。援護しかり、まあね、ピンチランナーか、ランナーしかりでね、9位 B になったスローカーブ。いや、 F やったからね、9位ね。そっから考えると、うん、だいぶ使える。たまにやっぱり1年間スタープレイヤーしたらある程度能力は伸びるよね。うん、そこがスタープレイヤーのいいとこかな。もう何年やってきてるんやろ、トータルで企画でね、20年近くはやってきてるね。援護丸って素晴らしいね、ほんとね。こんなに気持ちよくできるんだね。うん、まあ2点で抑えれるっていう気はしてませんけど、頑張っていきましょう。まあ、ピンチね、2とかにすると死ぬほど曲がるんで、逆に操りにくくなりますよね。よし、やっていこう。クロスピするのは1日ぶりかな。うん、だからね、ある程度感覚は残ってると思います。相手は、はい、99ですね。はい、相変わらず頑張っていきましょう。今日もね、てか藤波の企画はこれから結構真剣にやっていきたいかなと思ってます。まあその雑談してほしいっていう、コメントリクエストがあればそれはやっていきますけど、結構ね気に入ってるんで、この企画。うん、そのなんかドラマチックというか、最初勝てなくて徐々に勝っていく感じ、いや僕は好きですね。うん、僕の人生と似てる。辻褄を合わせるのはね得意なんでね、どっちかといえば。うん、何なんでしょうね。その最初序盤は大体僕ね、うまくいかないことが多いんですけど、ね、最後は結局うまいことになってることが多いですね。てかフォークボール甘くしたくなかったな。相変わらずこのなんていうの、締まりの悪さ、相変わらずですね。本当うまい人はうまいもんね。 YouTube に上げてる人の動画見るんですけど、早い段階で点を取られてます。やべ、普通な、なんかある程度上手い人もいるんですけど、めちゃめちゃ上手い人もいますからね。うん、てか相変わらず初回2人に、ね、相手2人目でね、失点するこのクオリティ持ってますね。うん、山田君抑えるか抑えないかだいぶ変わるね、今日の試合。ね、ストライク入ったのかな、入ってるね、危ね。振らないよね、そう簡単に。よし、振れ、振らないのがね、マジかよ、すごいね。何投げても打たれるね、本当。結構いいボールいったよ。うん、あっさり追いつかれるね、このクオリティ。刺してほしいな。お、いいね。いや、それはありがたい。まあ、振り出しに戻ったと思って楽しくやっていきましょう。まあ、なんていうの、勝ちすぎても面白くないからね、結局。うん。
まあ、なんていうのかな、例えばね、ペナントレースするじゃないですか。で、自分がね、もしその例えば阪神を使ったとして100勝40敗とかで、110勝30敗とかやっても結局面白くないですよね、うん、なんか作業ゲーみたいになってしまってね、うん、それがいいっていう人、勝たないと気が済まないっていう人はいいと思うんですけど、僕はちょっと嫌ですかね、うん、その見てる方はね、全試合勝ってくれた方が良かったりするかもしれませんけど、僕はね、ある程度勝ってある程度負けて、うん、まあ6勝率6割ぐらいが理想、うまい、ナイスプレー、うん、一番理想かな、うん、いいよね、それぐらいが。ご覧いただきましょう。まあそう簡単にはいかないよね、援護丸つけたといえ。さあ頑張っていこう。援護って二重丸とかなかったよね、きっとね、うん。いや、プロスピじゃなくてパープルにね、ペナントレースをしてほしいっていうコメントがあったんですけども、こっち側のね、ね、動画で言うのもあれなんですけど、1年間やってそれを全部全部流してほしいのか、それともダイジェスト的な感じで流してほしいのか、どうなんでしょうね。てかこのキャプチャーボードってね、たまに音声が消えたりするんですよね。それがちょっとね、悲しいんですけど、何時間も撮ってもね、音声ってもちゃんと録音してくれるのかな。結構ね、その暑い日に何試合もため撮りすると、若干こう聞きが悪くなってくるというか、うん、なんかやっぱりね、機械も機械ですからね、誤作動を起こすことももちろんありますし、使いすぎるとやっぱり疲れてくるのもあるのかなと思うんですけど、最近みたいにね、こう涼しい日、冬場とかになってくると、だいぶこうね、機械的にも僕的にもやりやすくなるかなと、うん、秋から冬にかけて、まあ、春にかけてもそうですけど、夏以外なら本当に、今日とかはね、台風が来てて、まあ、結構ね、その福岡地方というか、九州地方、方面が結構荒れてて、まあ、僕もね、今日出かけてたんですけど、まあね、仕事だったんですけど、まあ、電車も若干遅れてね、うん、まあ、大変な、まあ、そんな帰ってくるときはだいぶマシやったんですけど、まあ、撮ってるのが8月25日の火曜日、ちょっと直撃してる日なんですけどね、まあ、勝ち越してくれたね。すごいね、援護もあるってね。まあそうやったんで、台風来てる影響もあって、まあいいことではないですけど、気温が下がってくれてる、部屋の温度が今日25度だからね。いや、ありえないよ、ほんと8月中に25度なんて。で、あとね、そのこれからそこまで温度が上がらないみたいなね、最高気温も30度前後。いや、ありがたいよね。うん、本当にこう実況がやりやすいっていうのが一番嬉しいよね、正直。うん、なんか職業の一つみたいになってしまいますもん、今。うん、なんか仕事中にも、この動画をいつ撮ってみたいな、サムネイルいつ作ってみたいなことを考えてる自分がいてね、いや、生活の一つになってんなとか思いながらね。うん、いや、面白いよね、本当。なんかこう見てもらえてるなっていう感じが最近はするのでね、まあそのやっぱり夏休みも明けてて、お盆が明けてね、やっぱり若干こうなんていうか、グッて来たのがフッて下がるのはまあ当たり前なんですけど、仕事、みんな仕事始まって忙しいですし、まあでもね、続けてる感じ、ずっとこうなんていうかな、右肩上がりで来てくれてるので、うん、もちろんたまには平行線上っていうのもあるんですけど、現状維持みたいなのね。でもこう日々こうなんていうのかな、更新されていくデータとかを見てると楽しいですよね。うん、いいなと思ってね。お、山田くんから三振奪った、いいね。結構こう調子が出てきましたね。まあ調子乗ってるとやられますけどね。まあ結構コメントちょっと最近返せてないんで、忙しくて、今日あたり、今日か明日ぐらいは返していきたいなということで、うん、本当ありがたいんですけどね、時間がないっていうのは言いたくないけど、ないよね、本当に寝てる時間がほとんどないですね、最近ね、うん、本当にもうちょっと時間が多くあればなっていうか、逆にその睡眠時間をもう少し削れたらなって、まあ1日ね、5、6時間、5時間も寝てないかな、4時間半とか5時間ぐらいしか寝てないんでね、
もしかしたらあと 1,2 時間削れたらねもっと楽になるんでしょうけど体が死んじゃうから ね, ねこれぐらいが限度なのかなって思いながらね、まあ、4本上げてるって方も多分少ないと思うんですよね YouTube やってて、まあ、逆にそれをやりたかったというか、うん、変化球空振りなんていうのかな、まあ無茶をしてみたかったというかね、やれることをどれだけやれるかってことをやりたかったっていうかね、うん、まあ楽しみですけどね、楽しみというか楽しいですけどね、こう YouTube の実況するっていうのはね、うん、壁と対話するのも慣れましたしね、でもそろそろこうなんていうのかな、野球ゲーム以外なものもしていきたいかなと、うん、思いますね。野球ばっかりだからね、まあ、見てくれてる方は野球好きの方が多いと思うんですけど、ね、これなんて一辺倒やとまたそれはそれでね面白くないのかなって気がするので、今どうしようかなっていろいろ考えてるところです。うん、でもこう何かありますかって聞いても野球のリクエストばっかりなので、そんなに興味ないというかそんなに需要もないのかなとか思いながらね、まあね、ホラーゲームとか RPG とかをやられてる方も多いんでね、まあ、そっちはそっちで見る方も多いと思うんですけどね、こればっかりと飽きちゃうからね、うん、飽きが来るとねやってるの疲れるからね、うん、あプロスピ自体はもう飽きずにペナントレースをね5年も6年もやった人間やったんで、これを飽きることはまずほとんどないんでしょうけど、まあでもやっぱりなんていうのかな、野球をがこうシーズンやってる時の方が燃えるよね、うん、そのなくなっちゃうとやっぱりちょっと熱が冷めるよね、それは僕的にあると、まあ皆さんもあると思いますけど、まあ、逆にねあのプロ野球を見るのの代わりに見ていただけると嬉しいかな、そうなるとそういう時にペナントレースをやるっていうのもいいのかもしれませんね。でもね1試合やると40分ぐらいかかるでしょう、やっぱ見てる方も大変だと思うんだよね、40分も動画を見続けるっていうのは、やっぱりこう通勤時間ちょこちょこって見たりとか寝る前にちょこって見たりしてるくれてる方が多いと思うんで、40分ってなるとね、いや長いよってなると思うんですよね。でもかといってこう編集しちゃうとかなり動画時間が短くなっちゃうと思うんですよね、ダイジェストみたいにすると。でもそっちの方が見やすいのかな、どうなんでしょう。まあそのペナントレースやるっていうのもいいですよね、せっかく2014勝ったわけですし、4000近く出して、4000以上か5000近く出して勝ったわけですから、まあ栄冠ナインだけするっていうのも面白くないのかなと。うん、まあ、2015で出たら2015勝ってやるっていうのもいいですけどね、まあそれはとりあえずシーズン終わってからかな、うん、10月あたりから考えていこうかな。うん、正直何個も何個も手は出せないんでね、正直4つが限界なので、今ね時間さえあれば5つも6つも出したいところなんですけど、見てくれてる方もね1つだいたい僕の動画が20分前後なんで、そう考えると4つで危ない、キープ20分40分、まあ、1時間ちょっと、まあ、1時間ぐらいか、いいね、援護丸って本当にいいね、まあ、1時間ちょっと時間を割いてくれてる方がいると考えるとね、まあ、それぐらいが見てくれてる方も限度なのかなって気もしますし、ね、4本は崩さないでいきたいかなと思ってます。うん、よっぽどね、無理な日とかは3本ぐらいになるかもしれませんけど、これ体調が悪いとか、うん、なんかない限りはやっていきたいですね。まあ、今日はあれだね、なんかふんわり3割なんか喋ってる気がしますね。うん、っていうなんやかんや6回まで来たね。やっぱり援護丸ってでかいね、5点なんてそんな取ってもらったことないんじゃないかな。うん、いいねやっぱり畠山な、本当なんかこうなんていうのかな、出た当時っていうか、こう出てきた当時っていうのは荒かったよね、バッティングがね。うん、こうポンって出てきてちょっとホームラン打って、あとは三振みたいな感じでしたけど、今なんてねちょっと違うもんね。うん、すごいよね、この打法でミートできるし、長打ち持ってるしね、長打ち打ちを持ってる、プルバッタープルヒッター持ってる、でバントも持ってるってすごいよね。うん、
また球界を代表するもっと若い時期にね活躍しておけば日本代表とかもあったんでしょうけど、ちょっとね鈍足すぎるっていうのはあるんでしょうけど、バッティングはいいよね。まあこの打線でヤクルトが勝てないっていうのはちょっとねピッチャー陣頑張ってほしいなって気はしますよね。変化球が決まりました。あっという間に去年とかもねこの打線で6位っていうのはちょっと不甲斐ないよね正直。だってみんなすごかったもんね、全員3割超えてるような打線でしたからね。ほら変えられた、あっさり変えられましたね。まあでも勝ち星つけさせてもらいましたね。1回だけやったね変だったのは、あとはしっかりと投げれましたね。やっぱりこうなんていうのかな、ちょっとね練習してやった方が多分いいポテンシャル、いいね、パフォーマンスできると思うんですけど、なんかそれやるとね、なんかこう普通に実況してる感覚がなくなっちゃうので、楽しくやっていこうというか、こうふんわりやんわりやっていきたいと僕は思ってるんで、カチッとするのあんまり好きじゃないので。てかすごいね、9試合連続勝利でしたね。あんだけ負けてたのにね、いい感じで勝ち上がってきてますね。いいね、楽しくやっていきましょうこれからもね。本当に見てくださってる方毎回ありがとうございます。助かってます、本当に励みになってるので。まあこんなところで言うことでもないでしょうけど、ということでね、次回は巨人戦のここかな、登板、多分ここ登板って言われてると思うので、前倒しで巨人戦を取っていきたいかなと思っております。でその後広島戦、ドラゴンズ戦取って、できればね CS に臨みたいかなと思ってます。勝てたね、よかった。結構何試合も連続で勝ってるんじゃないかな。まあ楽しくやっていきましょう。それではね、今回はこれぐらいにして、また次回やっていきたいと思います。それではね、ソウスケでした。ご視聴ありがとうございましたね、お疲れ様でした。ではね、さようなら。